はい、FX の相場解説でございます。今日はね、10月20日、10月もいよいよ下旬になってきましたけども、4時45分の相場解説です。昨日の予測と合わせてのお話していきますけども、どうでしょうか。昨日はですね、9対1ぐらいで 90% ぐらいセルに行くんだけども、待てよと、今回は残りの 10% の倍が来るんじゃないかなっていうことで、不調の中でもね、挑戦をしてみようということでお話してみました。では画面切り替えます。はい、こんな感じでしたね。昨日私が仮説を立てたのは、この辺りです。この辺りまでチャートは出ていたんですよ。この線よりもこっち側ですよ。こっち側を見て、いや、これはセルではなくてバイの方に向かうんじゃないかなっていうふうに考えてましたね。で、まず一つ目のネックライン、ここを越えて上昇するようでしたら、まあバイで入ろうかなっていうところと、あとはね、この辺ですよね。ここも一つのポイントになってくるんで、超えるとしたらここまでは行くだろうなっていうことで、ここを取ろうかなっていうふうに考えております。で、移動平均線なんですけども、昨日の時点では、このあたりまでが表示されていて、移動平均線がね、上昇に向かうかどうかはちょっとわかんないよと。うん、それはまあ、確率低いよっていう話だったんですけども、私としては確率の低い残りの 10% の方を、まあ意識しながらやるということで、移動平均線、上昇してきましたね。不思議ですね。こういう勘がたまに当たるんですよね、私もね。で、今日は1時間軸だけでちょっとお話していきますけども、今後ですよ。今後、この、その、ローソク足、チャートがですね、もし、この、ネックラインを超えるようでしたら、このヒゲをね、今ヒゲがあるでしょ、これ。ヒゲがここにありますよね。このヒゲを超えて、上昇に進むようでしたら、私はバイで入りますね。バイで入って、105円の500あたりから、10ピップソードを狙っていこうかと思います。で、さらに、ここのネックラインを超えたら、さらに20ピップスを取りに行こうかなっていうシナリオですね。で、そうすることによって、この上昇が完成すると。安値切り上げ、高値切り上げが上昇するというふうに考えます。はい。本日は以上ですけども、本日っていうよりもね、今日一日のことではなくて、これから、まあ、3、4日、1週間ぐらいのことですかね。今週23日までパンパンのことを今日はお話したような感じです。まあ、ですんで、今日お話したように、上昇に向かうネックライン2つを超えるようでしたら、今週は倍続きで取っていこうと思いますけども、そうではなくて、この2つのね、今日指定したネックラインで跳ね返って下に行くようでしたら、これはセルを考えていこうかなっていうところでエントリーポイントを探します。本日の解説は以上です。皆さんね、どうだったでしょうかね。10月は私はスランプかなと思ったんですけど、スランプの中で、いつものようなやり方ではなくて、いつもは考えない方向が逆に当たるんではないかなっていうふうにして、不調の中での挑戦ということをね、昨日お話してみました。でも、これはね、あんまり使わない方がいいですね。やっぱり勝率4割、6割。これでとどまってずっと勝ってるようでしたら、それを崩す必要はないんで、今週だけはちょっとね、私のね、まあ、身勝手というか、本当に挑戦です。皆さんは真似しないようにしてください。それでは、失礼します。